どうも、猫嫁です。本日はね、この、アイコンのね、コスプレを、本日はっていうか、まあこれからね、何をするにも、この、アイコンの、なんていうか、コスプレをした感じでやっていきたいと思います。これだと、ね、ちょっと、いや、お恥ずかしい。でも、ね、本当は髪の毛も黒じゃなくてさ、青って、で耳つけてってやりたいんですけどね。なんかね、だからまだちょっと、でも試しにね、ちょっとこれ作ってみました。ちっちゃいね、ちっちゃい、ね、ということで、毎日やってるギターの練習をぶっちゃけ、ぶっちゃけじゃない、ぶっつけ本番でやっていきたいと思います。4週目の1ヶ月ね、1ヶ月経つんですかね。どうなんだろう、この服を着てても大丈夫か。糸がさっきまでちょっとね、ね、2日で作ったからさ、ちょっとまだね、直しのところがありまして、はい、なんでちょっと糸がついてた。いつも通りね、チューニングしていきたいと思います。最初このあれなんですよ、コスプレなんかね、コスプレ衣装なんか作れないだろうってみたいな感じで思ってたらしいですけど、今日これ着てみせたら、ようやるわってね。猫嫁は自分の好きなことならね、頑張りますよ。猫嫁のやり方でだけどね。過ぎてるか、せっかくあれなんで、もうちょっと後ろでやろう。いろいろ構成はあれか、もうちょっと見えるか。でも遠いよね、まあいいか。いつも近くでやってるんであれですね、見えない。そしていいね、変な感じ、なんかどこかおかしくなったかな。いつもと違う。
した。こう指をずらすことで、うん。この際に手の方が崩れない。超崩れなくて。声でね、合ってるかどうかは分からないけど。
合ってるかどうかわからないけど、やってたらそのうち指が慣れてくるからなんて思ってるのはダメかな。パパにもさ、最初のうちはギターの先生にね、習った方がいいよって言われえてきた。ね、ここの上の白い部分に1234567820までね、フレットの番号がこう書いたんですけど、やりやすいですよ、よかったら。どうした方がいいのかな、ちょっと待ってくださいね。普通にあれかこれ。でもな、ちょっとすみませんね、こうやった方がいいの、こうして、でちょっと後ろに行けば、さっきよりか、あら、でもそうでもない、逆に見えなくなった。ということは、すいません、なんかね、ということはこう、こうした方が、あ、そうだね、こうした方が、なんか昨日なんか足の方がきついって言ってたんですけど、どうやらね、あのほら、夜勤もそうだけどさ、あの夜やってたりするとさ、むくんじゃってたんだよね、もう体中、あの足だけじゃなくて、お腹とかも、だからちょっとね、緩くなりました。まあその緩くなるのも想定内だったんですけどね、緩くなるのもっていうか、そんなになんかきつく作ったわけじゃなかったんで、ということでね、今日こちらの教本を使ってやってます。まあ365日にやっていこうかなって思ってるんですけど、で今度はね、こちらの本を使って、今はね、残酷な天使の手でで、あ、しかもカポを3分、これがカポっていう道具なんですけど、今までね、1階のお部屋にね、置いたっきり、今までカポをなんかフレットにつけないままやってたな。3フレットなんで、1、2、3、ここですね、ここにつけて、じゃあ変わるかな。おお、すごい、普通にすごい。
ですですね。どういう記号だったかな。こんな感じで、もうちょっとね、昨日もやらなかったんで練習していきたいと思っています。こんな感じでね、今はギターでしたけど、このギターでしたけど、裏舞の時とか、あと他になんかね伝えたいこととかなんかあった時は、猫嫁のこの YouTube で放送する時はできるだけねこの格好でね、やっていきたいと思います。この格好もしくはまたなんかねしばらくしてまた何かコスプレって言ってもあれだな、衣装を作りたいなと思ったらまたなんかね、作ったりとかねしようかななんて思っております。今日もねチャンネル見ていて見ていただきましてどうもありがとうございます。よかったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。